グランパスとかっていう人多いんですけど、グランパスもどうなんですかね、僕全然追ってないんですけど、でも、そのうち、吉田麻也が戻ると思うんで、安心してください。グランパスは、僕が戻らなくても、吉田麻也が戻って、多分皆さんを喜ばせてくれると思います。